カレーライス作ります。作るよ。これね、お米が本当になかなか全部売り切れて、これはインドのライスだね。バサマティライス。本当はバサマティも1合で十分かな。インドのお米は米1に対して水1に対して、水2ぐらいでふわふわになるので、一応少し寝かして、ココナッツ、オイルをね、元手に、あ、ちょっと多いかなと思うんだけど、カレーを作っていきます、一から。唐辛子ね、いつもの。で、野菜は、この木の余りとか全部使っちゃう。きのこも昨日の余りを使うと。スクワッシュも使う。とりあえずこんなもんでいいかな。もうあるものでカレーを作ります。Thank you.
この野菜はね、ダイリーナインセンスのあれだけど、けども椎茸もね、あ、一応細かくしとくかな。やっぱりね、食感もその食事のもちろん楽しみなところでもある。これを全部入れて炒め始める。ちょっと大きかったな。大きさ、切る時の大きさって重要だよね。カリフラワーはあとにしようかな。ブロッコリーはいいか。いいか。めっちゃ簡単です。あ、とりあえず何でもあるものを炒めて。ちょっと少ないけど。横まめも入れて、塩コショウして、スリランカのカレーの
と強めにいく。少し小麦粉を少しじゃなかったな、まあ入れて、もう少し炒めてからやるべきだったな。あ、いや、でも煮込めばいいわけだけど。ココナッツオイル、例のココナッツミルクか。このトレーダージョーズのココナッツミルクはどこまで、なんだろう、オーガニックかっていうのは神の水を知るっていうじゃないか。トレーダージョーズのね、これ仕入れてる人は知ってる。みんな神だって。これだけですよ。ちょっと弱火にして、あとは煮詰めていく。塩、胡椒、ここに塩ちょっと辛め、そこに甘みとしてやはりみりんを、入れとく。ワインを入れてもいい。味見をしてみる。うん、ワインの味がする。ちょっとワインも飛べばアルコールを飛ばして、もう少し炒めてからこのミルクを投入してもよかったかなと思う。ミルクっていうか全てを思うけど、まあ、こんな簡単に一瞬でしょ。で、お米を